はい、携帯で乗り上げます。これはもう、スマホは全滅でございます。最後の時代。これもね、ちょっと斜めになってた。全然ダメですわ。いらっしゃるかね。はい。携帯店の量でございます。ちょっとね、今しの物価本と比べると非常にね、小ぶりでございますけど、こちらの方がね、熊谷区の方ではね、自定されてますけどね、ちょっとね、学者さんの話によるとちょっと違うんじゃないか言うてたんだけどね。はい、失礼します。半分以上歩いたんやけどね、全部携帯、スマホ切れてもてね、残念でました。これ3回ですけど、撮影ね。はい、どうもね、今しの塚公園の方に行きゃね、いろんな情報があると思いますわ。あの架空山岸のね、そっち行ってみましょう。こちらの方がどうもね、今はどう違うんじゃないかと言われてますね。携帯という運転の量ではないじゃないかと。ちょっと小ぶりですからね。今しの塚やったらね、ここはちょっと大きいんですよ。横の幅も広いしね、棒も残ってますけどね。宮内庁の感じじゃないので、あれは雰囲気だけ宮内庁の感じやったかな。なんかそんで中入りますよね。もしかして今日フラフラ歩けるかな、なんか。3回目で来るのね。3回目ですけどね、おそらくね。あ、ここにあるんだよ。これを見落としました、こいつは。これ携帯天皇陵。ああ、漢字の難しい漢字書いてあるかわからんな、これ。宮内庁でございます。ほら、見えんな。入れでしょうか。中にですね。